はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。竜斗様、山根様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠に誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。とあるアラフォー女子さんの相手に求める婚活条件が衝撃的と話題に、これツイッターネタなんですけれども、このツイートした人は結婚相談所にお勤めがなんかの人なんでしょうかね。アラフォー女子さん、年収1000万円以上、身長175センチ以上、リアルな具体的な数字がバンバン来る。家事ができること、誠実であること、清潔感があること、絶対に浮気をしない、私のことを一番に考えてくれる人、イケメン、私より年下の男性希望、ということを、アラフォー女子さんの年下っていうと、まあ、30代、20代で年収1000万以上って結構絞られちゃうんじゃねえのかなーって、世論です。見つかるわけねえよ私もそう思う。女優さんかなんかまあ橋本環奈だったらこのぐらい言ってもいいな。こういう男がいたとしてもその人を選ばない。100年ぐらい婚活すれば見つかると思う。その女性がどれほどのスペックなのか気になる。どんだけ美人でこういうことほざいてんのかっていうことかな。この条件に合う男性はもう既婚もう結婚している。嘘つきホストに騙されそう。なんか夢みたいなこと言われて騙されそう。年収1000万以上は 6% しかおらんぞ。いうことで、全年齢で 6% ですかね。だいたい年いけばいくほど上がっていくもんだから、だから40以下で1000万以上を探さないといけない。そうすると6% よりずっとぐっと減りますよね。 2% とかになっちゃうかもしれないな。その中で、結婚してなくて、で今独身なんだけど結婚の意思がある男ってなると、本当は0.1%、1000人に1人ぐらいになっちゃうかもしれないですね。とあるアラフォー男性がですね、もしも女性によ、身長165センチ以上、家事ができること、誠実であること、清潔感があること、絶対に浮気をしない、私のことを一番に考えてくれる女性、美人、年下なんて言ったらですね、非難合合、大炎上、間違いなしですね、これね。間違いなしですね。これでも年収1000万の条件は削除してあって優しいのにね。特に問題になるのはですね、私のことを一番に考えてくれる女性、美女っていうのが一番噛みつかれそうかな。一番に思えなくなるのは、お前が悪いからとか、釣った魚に餌やんねえからとか言われそう。自分は堂々とですね、イケメン希望って提示してんのに、男がですね、美人がいて身も蓋もないこと言うと発狂するのは、ああなぜと。だがしかし、自分の好み言っちゃう、外見的な自分の好み言っちゃうのは、動画と思いますね。エマちゃんなんかは堂々とね、巨乳好きって、言ってて、大人のお店にも、でも、巨乳で選んでるみたいなんですけど、そうするとね、エガちゃんは、そういうものに操られる人なんだって、バレちゃうじゃないですか。バレちゃう。イケメン好きなんて公言者だと、これはイケメンで操ることができる、バカ女って思われちゃうね。まあ、エガちゃんは芸人ですから、いいんですけどね。あと森元総理がですね、女性が、いる会議は長いって言ったら非難合合大炎上になりましたけど、女の人がね、男がいる会議は長いって言っても誰も何にも言わない。だから何が言いたいかというと、男と女で言って叩かれる事柄が違うっていう、概してですね、女性が男に言っても全然いいが、男が言うと叩かれまくるものってあるよねっていう、何が男女平等なんだっていう話なんですけど、トランスジェンダーの権利向上や性暴力根絶を訴える団体、トランスジェンダージャパン、
元共同代表、浅沼智也って読むのかな、これ。深夜かもしんねえな。34歳。港区のホテルで女性に抱きつくなどして、強制わいせつ罪で逮捕。これちょっと変わった事件で、世論です。抱きついたら逮捕って、診断ガバガバなんじゃねえの、これ。元は女なのか、偽装かと思って。被害者がホテルに一緒に行ってるから、どうなんだろう。ちゃんと男性として報道されるんやな。戸籍の性別変更してるらしい。だから記事でも男と報じている。本当に元女性だったっぽい。被害者もトランスジェンダー界隈の人なん？被害女性って書いてあるけど、わからなくなってきたぞ。これ見出し見たとき、おっさんがですね、心は女っつって女性を油断させて、ホテルに連れ込んで襲うっちゅうですね、いつものパターンなのかな。札幌首狩り事件のパターンなのかな。まあ、買い売り打ちにやっちゃいましたけれども、って思ったら状況が違うみたいで、この方ですね、元女性で、手術して戸籍も変更して男性になったらしいんですよ。で、女の自分の体が嫌で嫌で、胸にさらしギューって巻いてみたり、いろいろしたみたい。手術したとはいえ、機能が完全じゃないなら、強制性交には至らずですね、まあ、せいぜい抱きつくぐらいまで止まりでしょうね。被害者は普段は青森県在住だって。この人がなんで港区のホテルにいて、浅沼容疑者と一緒に部屋に入ったのか、全然わかんないですね。被害女性って報道されてるけど、体は男で心は女ってパターン、なんですか？あははは。その疑いも出てきましたね、これ。まあ何にしても相手が嫌がることやったらダメですけどね。ちょっと謎な事件でありました。日銀マイナス金利政策を解除する方針。実現すれば2007年以来17年ぶりの利上げとなる。マイナス金利はですね、解除するが実質ゼロ金利は維持する方針。マイナスをゼロにする方針だそうであります。まあ、様子見ながらっちゅう。世論です。変動金利で住宅ローン組んでる人、やばー。円高株安来るぞ。利上げは株下げになるよな。高が 0.1% 誤差の範囲。マイナスを解除するだけや。個人消費死んでるのに上げるという判断がやばい。円高に触れると俺の会社がやばい。金利が 0.1% 上がったところで別にって感じ。0.1% なのか。2007年から安さのか。マイナス金利。ということはリーマンショックは2008年の終わり頃だから、これはバブル崩壊後のしつこい不景気対策だったんでしょうね。リーマンショックのせいじゃなくて。春闘の回答も良かったんで、デフレ脱却と日銀が判断したんでしょうか。デフレ、不景気あるいは経済縮小。これはですね、金の方が偉い。物より偉い。消費は振るわず、物価は下がる。皆さん溜め込んで経済冷えるので、低金利で貯金させないようにする。銀行に預けても利子なんかつきませんよ、ということで、もっと使いなさいよ、みんな。やる。インフレ、好景気あるいは経済拡大。これはですね、物の方が金より偉い。物が欲しいからどんどん上がっていっちゃう。消費旺盛で物価高。これを抑制するために金利を上げて貯蓄や投資を促すと。金利高いですよ。貯蓄してくださいよ。いうことで。この物価高ってロシアのせいでエネルギー供給が混乱してるの物価高で消費が旺盛だからじゃないんじゃないですか？エネルギー価格の高騰で、つられて物価高になってるだけでね。おかしいんじゃないですか。確かにどこも賃上げしているけれども、上げるっつったってまあ、0.1% だそうで、実質ゼロ金利は維持。いきなりですね、普通預金の利子が 3%。昔はそうだった。昔はそうだった。高度経済成長時代。7、8% あったところもあった。とか、そういうのはないと予想いたします。0.1% ぐらい上がったところで。銀行の融資金利も若干上がるんじゃないでしょうかね。ちょっとだけ円高に触れるでしょうね。ちょっとだけ。ちょっとだけ。まあ、円持ってても全然利息つかねえよっていうのが今の状態だわね。ちょっとだけ株価も下がるでしょうね。ちょっとだけね。円高になって株価下がったのは、まあ通常です。ドル換算すると、まあ変わんねえなぁ。為替分だけ下がっちゃったなぁ、みたいな感じになっておりますんでね。パヨ、賃金が上がったといっても、大企業だけだ！連合、
中小企業の賃金は平均で 4.42% 上昇、発表しておりました。世論です。バカパイをイライラ、某鉄鋼大手一時下請けだけど賃上げの気配すらない他の先進国と比べるとビビたるもん。周りに聞いたけど賃上げされた人ほとんどいないんだが、うちは賃上げなしで実働が30分短くなった、これ何据え置き、価格据え置きで上げ底で量減らすみたいなもんでしょうか。零細企業のうちですら上がってるからな、パート賃金を上げてる企業もあるから、無風のやつは今いる会社が危ないぞ。平均より上げてくれない会社は見切りつけて転職するべきなんだよね。上がらない、うちですら上がってる、2種類の投稿ありました。この後に及んで賃金上げられない会社は経営がやばい会社ってことで、見切りつけて転職がよろしいんじゃないでしょうか。人口減少に合わせて企業数も調整すべきなんだよな。人口 5% 減ったら会社の数も 5% 減るべきなんだよな。いつまでもですね、過剰競争のレッドオーシャン、血で血を洗うレッドオーシャン、じゃあ全員疲弊していいことないっすよ。失われた30年はそうでした。中小といってもですね、連合が把握しているのは労働組合があるような企業なんで、まあ10人以下の零細はこの 4.42% には入ってないみたいですよ。これで21ヶ月連続の実質賃金減少も止まるんでしょうかね。続報待ちであります。パヨ大企業だけ、この人ら状況はどうでも、どんな数字が発表されてもいつも同じことを言ってるんで、聞く耳持たないでください。パヨの言うことは大体が聞く耳を持つ価値がありません。だから無視してください。その他のニュース、辻元清美、全ての人が愛する人と結婚できる社会は幸せになる人を増やすだけで誰にも迷惑をかけない。私たちは結婚平等法案をすでに作っています。同性婚ご利用し、結婚の価値が下がるからダメ、自称同性婚夫婦が増えるからダメ、で扶養控除もらったりなんかしてね、在留資格の特定技能が家族同伴で無期限滞在できるようになったから、偽装家族を増やすんでダメ、戸籍が混乱するんでダメ、訪問介護先のおじいちゃんとですね、勝手に婚姻したことにして財産盗むからダメ、同性婚で、辻元清美が推進するものはダメに決まってるからダメと私は考えます。新しく獣医学部ができた加計学園の一期生獣医国家試験の合格率は 67.5% で、17校中16位でやった。これの下がいるのか、どこなんだろう。獣医学部って、全国に17しかなかったんだ、びっくりしました。麻布でしょ、日大でしょ、次第で言ったら酪農学園、あとね、岩手大とか北海道大、東大にも獣医学部あった気がするな。農学部、獣医学科かな。でも東大の獣医科に行く人って、なんか研究職員ばっかりになって、臨床獣医師にはならねえなんて話聞いたことありますけれども、私の頃の麻布獣医大の、合格率は 80% ぐらいでした。医師や運転免許と同様にですね、実習試験は単位取得をもって代わりとするっていうものだったんで、つまり誰でも、司法試験みたいに誰でも受けれるわけじゃない。卒業しないといけない。実習をパスして、実習の試験もパスして単位、取れないと、受験資格がないっちゅう。なので司法試験なんかよりははるかに合格率が高いのが特徴であります。私の合格率1位は北海道の酪農学園でした。今はどうかわかんないですけど、ここはですね、卒論ない代わりに卒業試験というのがあってですね、要するに国家試験に合格しないような学生は卒業させないってふるいにかけてた。ふるいにかけ、卒業試験に合格してた人がは国家試験受かりそうだな、いうことで送り出していた。まあ今でもそうなのかは調べてないんでわかんないんですけどね。76歳無職男性、持参のコップにコンビニコーヒーを入れ、静止した女性店員を殴って逮捕。三輪県鳥羽署の出来事だったそうであります。名前が出てないんで、警察の仲介でですね、謝罪と弁償して不起訴になる可能性、大ですね。刑務所もですね、病気がちな高齢者の受け入れはご遠慮願いたいところ、負担が増えるから。コーヒーを飲みたくて盗んだ。
見つかって腕をつかまれたので殴ったとか言ってんだって。身も蓋もねえよね。なんか動物的だな、正直すぎんだろという話。そういえば脳の老化でですね、人間が人間らしくあるため理性を司る大脳皮質が衰えてですね、仮面が剥がれて本性むき出しになるんだって。若い頃はですね、理性で隠してた仮面をかぶっていた身勝手さが隠せなくなったんですかね。飲みたいから盗んだ、掴まれたから殴ったなんて動物的ですよね。高齢化でですね、本来勝手な人はもっと勝手に、怒りっぽい人はもっと怒りっぽく、暗い人はもっと暗く、雑な人はもっと雑になるそうなんで、私も気をつけないとですね。私がですね、小さい頃から言われ続けた言葉がですね、ちゃんとしてっていう言葉、いい加減な人間だったらしくてですね、まあ今でもそうなのかもしれないですけど、何百万回ちゃんとしないよって言われたか分かんないですよ、私なんか。だからですね、もっと年取ったら、このいい加減さがむき出しになって、もっといい加減な人間になっちゃうように気をつけないとなぁ。アメリカ下院で TikTok 禁止法案可決。それに先立つ6日前、TikTok 運営会社、バイトダンスって言いましたっけ、法案に反対して、米国内の利用者全員にプッシュ通知。下院議員ら、それが安保上の脅威って言ってんだよ。猛反発、猛反発枕。例えばですね、LINE 使ってる人全員ですね、LINE からですね、LINE Yahoo でしたっけからですね、憲法改正に反対してって通知が来るようなもんで、これ全然ダメですね。全ユーザー強制で世論形成の働きかけしちゃダメでしょ、これ。まあね、中国は民主主義ってどういうもんだか全然理解してないから、こういうことやっちゃうんだろうなーって思いますけれども、アメリカさんも中国ってそういうやつなんだと、民主主義の身の字もわかんねえなと、思って、もらってですね、明日ですね、品川駅午前中私、出没いたします。品川プリンスホテルで自民党党大会をやってですね、岸田内閣退陣集会っていうのをあるらしくて、私呼ばれたんで、参上しようと思います。皆さんもよかったらいらしてですね、声かけてください。見かけたら、お気軽にどうぞよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。